ってやろう。太郎です。はやて変えて3つとも違ってたらごめんなさいからの質問です。いつも楽しく拝見しております。デルタというのは何でしょうか。デルタ、アメリカの航空会社です。あ、聞いたことあるね。デルタデルタ、スカイチーフですね。そもさん、セッパーとか、そんな、なんか、合言葉。セッパーデルタ、あれでもデルタってよく聞くよね。なんだ、ド忘れ、ド忘れっていうか、あれ普通に実況とかでも出てくるよね。デルタねーって言うんですか。デルタ、デルタ、わかりません。ありがとうございました。まあ、差ですよ、差。あ、差ね。はいはいはい。まあ、いろんなものの差です。うん、まあ、計算するときにデルタっていうのをね、やるんですけど、うん、数学とかで。まあ、差です。差。あ、じゃあ、後ろとのデルタ。後ろとの差は、デルタとは言わないです。あ、デルタとは言わない。ギャップです。あ、ギャップ。うん、ラップタイムの差はデルタですけど、はいはいはい、後ろとのタイム差はギャップです。あ、そうなんだ。統一してみたい。だって後ろとの差はなんか引いてるわけじゃないじゃないですか。この人とこの人引いてるわけじゃなくて、ここからここまでの差、うん、差っていうか時間でしょ、はいはいはい、それを計測してるじゃないですか。ああ、それはギャップっていうのね。だタイヤのタイム差、ソフトとミディアムのタイム差をデルタって言ったりもするし、あ、はいはい、まあ、ラップタイムがルクレールとフェルスタッペンのデルタって言ったりもするし、あと何でしょうね、まあ、いろんな何でも差はデルタって言えばかっこいいっていう、差って言ったらかっこ悪いからデルタって言うみたいな感じです。あ、そういうこと、はい、でも外人さんはデルタって言ってるわけでしょ。そんなに頻繁には聞かないかな。まあ、あの、言いますけどね、ラップタイムデルタとか言いますけど。あ、じゃあこれもなんか日本の中でなんとなくラップタイムカタカナでかっこいいからデルタデルタってみんなが言うようになったってこと。そうです。あ、そういうこと。みんながっていうか、まあ、河合先輩が、ああ、そうなの。差って言えばいいのにデルタって言っちゃったから、うん、なんさ、みんなデルタってなんだろう、なんだろう。で、だんだんそれが理解する。デルタって言えばデルタですよね。デルタ、デルタ、デルタ。まあ、気にしてるみたいじゃないですか。まあまあ、かっこいいっていうのはやっぱ重要じゃないですか。確かに、確かに。そういう感じですよ。ちょっと気にして見てみようかな。なんか先輩はよく使ってるってことね。そうですね。逆に他ではあまり言ってないんじゃないですかね。デルタ、デルタタイム。ラップタイム、そうですね。ということで、デルタとは何ですか。差でございます。はい、ありがとうございました。